まもなくこちら電柱にしがみついている男性の救助活動が行われます、うん、ここ慎重にやってほしいです、ね、今男性が自衛隊員に抱えられます抱えられています。そして男性と自衛隊員の体を紐のようなもので固定して間もなく引き上げられようとしています。こちらの男性先ほどからもうずっと電柱にしがみついて救助を待っておりました。はい、もうまもなくこれ男性、ね、自衛隊が今ヘリコプターからのロープに自衛隊員が上に合図しました。もうヘリコプターからのロープを掴みました。まもなくこちらの男性が救出されるものと思われます。いやーしかしこういう救助を待ってらっしゃる方がどれぐらいいらっしゃるんだろうと思いますね。うわあ、もうこれはもう危なかった。大丈夫か。はい、このままおそらく男性は今男性の引き上げ活動が始まりました。男性ががっしりと自衛隊員にしがみついています。自衛隊員が今ロープを手繰り寄せています。ヘリコプターからのロープを手繰り寄せ男性を抱え込んでいます。はい、もう上がりますね。今男性を抱え込みました。とりあえず良かったですね。今自衛隊による男性の救出作業が行われました。電柱に取り残されていた男性は今自衛隊員によって引き上げられています。うわー、よかった。しかしこちらで確認する限り自衛隊機1機ですけども、うん、はい、各地にいわゆるもうヘリが飛んでて足りないのかもしれないですね。そして今ヘリコプターの中にいる自衛隊員に男性が抱え上げられ無事救助が完了しました。とりあえず良かったですね。良かったですね。男性の救助が完了しました。いやーしかしすごい濁流ですね。まだ住宅の中に取り残されている方がいらっしゃると思いますし、屋根の上、それから白い建物のバルコニーにね、お子さんが3人いらっしゃると思うんですけども、今度はこちらの救助ということになると思いますが、いやーしかし今回はその雨台風それから秋雨前線17号からの湿った風ってとものすごい脅威を恐ろしさを感じさせられますね。